2006年夏、私は頑張れ伝助の作品を作りました。当時伝助は怪我をした殻を4日間で治した後、42個の卵を産みました。それからしばらくして4匹のカタツムリが帰り、私は森に返すことも考えましたが、我が家で育てることにしたのでした。そして7年が過ぎました。4匹の中で今も生きているこの大きなカタツムリは、子供たちに人気があり、長生きしてほしいものです。ここからは、昨年12月に死んでしまった1匹のカタツムリにまつわる話をしたいと思います。2012年12月、私宛に郵便物が届きました。私は2011年に埼玉県が行った放課後生き生き応援隊の研修会などに参加した後、隊員として活動しました。この郵便物は12回目に活動を行ったアピッコクラブからでした。ワクワクしながら開けてみますと、活動中の写真と CD、それと2通の手紙が入っていました。そのうちの1通は、活動の際にとても元気が良かった1年生のことほちゃんからでした。私は早速田中さんへと書かれた CD を聞きながら手紙を読むことにしました。田中さんへ。冬眠しているカタツムリが面白かったです。最後の投げるところが一番面白かったです。絵はどうやって描いたんですか？田中さんが描いたの上手だと思いました。田中さん大好きです。ビデオにカタツムリの絵とかどうやって入れたんですか？すごいですよね。ビデオに入れられるなんて素晴らしいですよ。田中さん、今日は来てくれてありがとうございました。楽しかったです。殻にひびが入ってしまったカタツムリは元気ですか？ことほちゃんは最後まで元気な声で呼んでくれました。最後に呼んでくれた殻にひびが入ってしまったカタツムリは元気ですかを聞いて、今も心配してくれているんだと思うと嬉しくなりました。あれは他の学童保育室でおよそ1時間のボランティア活動が終わった後、みんなに大きなカタツムリを見せてあげている時、1匹のカタツムリが床に落ちてしまい、殻にひびが入ってしまったのでした。その話をアピッコクラブでしたところ、ことほちゃんが一番心配してくれました。私はあの時ことほちゃんのためにもカタツムリが元気になってくれることを願ったものでした。
それからしばらくして私は琴穂ちゃんの手紙を部屋に飾りました。その後琴穂ちゃんの手紙を眺めるたびに9日間も必死に生きたカタツムリのことが思い出されるのでした。それになってまたほら殻を古い殻を取り去って新しい殻ができたらすごいけどね。うん、そういうのはできないよ。だって倒しだもん。ね、これ一番古いやつだよ。11月20日、今日は朝から人参を食べて元気に動いていました。私はカタツムリのいつも濡れているような殻を眺めていますと、時々あることを思い出すのでした。それは渋谷区広尾の大きなプロジェクトに設計者として参加した時のことでした。住戸数が1000戸を超える建物の外壁をどうすればきれいに保てるか調査することになりました。調べた結果、ある企業の研究者が6年もかかって開発した新しい技術は、なんとカタツムリの殻のメカニズムが重要なヒントになっていたことが分かったのでした。あの時、調査に当たった全員がカタツムリの殻の凄さに驚き、そして感動したものでした。しばらくして親の天助を見つけた近くに返してあげたのですが、怪我のあと9日間も生きた話を子供たちにしてあげようと思い持ち帰ることにしました。ついでに冬眠を始めたカタツムリのために落ち葉を拾って帰ることにしました。私は琴穂ちゃんが送ってくれた手紙と CD のお礼と、怪我をしたカタツムリのことを手紙に書いて送ってあげようと思いました。
早稲田琴穂ちゃんへ。琴穂ちゃん、お元気ですか？鴻巣の田中です。この前はお手紙と CD を送ってもらってありがとう。田中さん、本当に嬉しかったですよ。怪我をしたカタツムリですが、あれから人参を食べたりして元気にしていましたが、残念ながら9日目に亡くなってしまいました。琴穂ちゃんがいっぱい心配してくれたこと嬉しく思います。カタツムリも9日間も必死に生きられてよかったと思います。カタツムリの殻は学童保育室でみんなに見せてあげて、一生懸命生きたことを話してあげようと思っています。それでは元気で勉強を頑張ってください。最後に琴穂ちゃんの素敵な手紙と CD は田中さんの宝物になりましたよ。ありがとう。田中進む。